あれ？ここは？うちら、お不動さんの縁日に来たんやなかったっけ？せや、そうやった！どうしたん？え？何の話？おかしいって、姉さんのこと？それとも妹たち？ひどっ！アルちゃん、うちら芝居をなんやと思ってるの！あー、でも、心当たりがないわけでもないな。うちらは5人姉妹やねん。一番上に物吉姉がおって、次がうち。ほんで、カメちゃん、トクちゃん、ガネちゃんの順や。物吉姉さんは存在そのものが斜め上の三剣でな。せやからむちゃくちゃなこと言いよんね。物吉姉さんにはかなわんわ。うちなんて可愛いもんやと思うで。ほんで上の妹のカメちゃんは、あの子はなんちゅうか重症や。下手に触らん方がええで。なんぼ言うても治らへん。あれはもう手遅れやで。徳ちゃんもそうやな。しばかれて喜んどる亀ちゃん見て楽しい言うてんねんから、あの子の闇もかなり深いかもしれん。けどうちはちゃうから、姉妹の中でも頼られとるしっかり者やし。ガネちゃんはめっちゃええ子やで。不安な要素なんて一つもないわ。とにかくや、アルちゃんの心配もわからんでもないけど、うちが変な三剣なわけないわ。アルちゃんもうちの実力はよう知っとるやろ。そんなん、長月や、現れよったで。裏山のあたりや。ちょうどね、うちの姉妹の性格があるちゃんを不安にさせてんなら、その分うちが頑張ればええことや。頼れる次女の威厳ってやつを見せつけたるわ。ガウーン。こいつで終わりや。ふう、今ので最後やな。見たか、アルちゃん、うちの実力。せやろ、こんなん獅子定宗にしかできひん戦いやで。なんで今腹なんの？せっかくかっこよく締めるとこやったのに。おほん、アルちゃんやっぱようわかっとるわ。はよ行こ。あ、いや、何も変わらんな思うてな。うちやアルちゃんが命がけで戦ってたのに、それに誰も気づいとらんのがちょっと寂しい思うて。それが一番ええことなんは分かっとる。せやねんけど、
ルちゃん、余計なこと言うてもうたわ。平和への道はうちらが切り開く。それがうちらの戦いやねんな。よっしゃ、ほんならうち飯食うて気合い入れて頑張るわ。せやから今日はちょっとええもん食べさせてーな。